はい、ユッキーです。今日はですね、家政婦のミタという、ね、昔ドラマがありましたが、あれをですね、見ていたら、急にね、タバコが吸いたくなってですね、これを買ってしまいました。半年ぶりに、とうとうタバコを吸っちゃった。で、その、あれで、衝動買いしたのがこちら。これですね。スティックブラ、これなんだろう。スティックスモークレスタバコ。カートリッジ。あ、ゼロスタイルのスティックス。スティックスっていうのか。これを買いました。はい。ですね。ゼロスタイルの、まあ、いわゆる無煙タバコですね。うん。キャップをこうやって回して取って、では開けまーす。でも開けましたけど、ね、はい、こちら。このブラウンのやつを買いました。ブラウンフレーバー。で、匂いはね、チョコレートですね、これ。甘いです。非常に甘いですね、これ。めっちゃ甘ったるいです。香りは。うん。で、カートリッジをここに差し込んで。これでいいの。で、あとね、もう一つ買ったのはこちら、スヌース。スヌースタバコですね。いわゆるこれも無煙タバコです。ゼロスタイルの、こちらもゼロスタイルのスヌースの、レギュラーという、茶色っぽいやつですね。黄色というか茶色というか、ね。こちらも買いました。では、吸っていきたいと思います。こちらはね。あ、チョコレートだ。こちらはですね、チョコレートですね。完全にチョコレートです。甘ったるいチョコレートの味ですね。これは味っていうか香りか。吸い方によって異なりますが、半日から1日程度使えると。こちらがちなみにこのカートリッジ付きで、2本入り。替えが2本入ってて、確か420円。ですね。うん。となってます。そしてこのスヌース。スヌースが、タバコ。鍵タバコ、スヌース。ちょっと吸ってると、喉が、うん。ちょっとなんか、いがらっぽくなってくるというか、感じはしますね。でもちょっと吸いたいときには、いいかもしれないですね。まあ、半日から1日程度持つということで。で、ちなみにこのカートリッジ抜きのやつが、売ってますね。2本入りで300円なんで、1本150円。です。他にもですね、このゼロスタイルのこのスティックタイプは、グリーンミント、ピンクフレーバー、そして、ブルーミントと、まあ、全部で4種類の味があるという、まあ、香りがあるということですね。そしてこのスヌースが、この、茶色いレギュラーのやつと、ミント味がありまして、こちら20個入ってて、490円ですね。となっております。
とりあえずレギュラーを買ったんですが、うん、でもこのスティックタイプもなかなかあれだな。ちょっと喉にイガイガッとする感じは、まあ若干タバコに、普通のタバコに似てるというか。でもただ、かなりチョコレート香ですね。ものすごくね。で、なんか買いましたら、タバコ屋でね、買いましたらこちら、スヌースの包み紙っていうのをもらいました。これはいわゆる、まあ、ガムの包み紙とほぼ同義でしょう。じゃあ今度はね、こちら、吸っていきたいと思います。吸っていきたいと思いますというか、ね。まあ、鍵タバコというか、これは、紙タバコというのは、なんていうのわからん。大体1個につき15分から30分程度楽しめるということなんですが、これどうやったっけ？あ、開いた。これ何？こっちか。ミシン目に沿ってお開けください。ああ、こうやって開けんじゃん。これどうやって開けんの？剥げたいの？あ、これシールを剥がせばいいのか。この横のシールを剥がすの。ものすごいベタベタだけど。回るぞ。ん？あ、普通に蓋になってる。こんな感じで開きました。こちらね。臭い！香りは何だろう？全然甘いとかじゃないですね。何だろうこれ。なんか、うん、臭くはないんだけど、なんか、何の香りだろう。で、鼻をつくような刺激がありますね。じゃあ、いただくっていうか、これを、口の、歯茎のあたりに留めておくと。いただきます。初ですね。ほんのり刺激があるというか、ちょっと、ピリピリっとしますね。口に含み、頬と、歯茎の間に挟んでご使用ください。これ開ける意味あんのか？ここ開くんだけど、何？スヌースの包みが。ただのペラペラの紙だ。あ、辛い！なんだ、しょっぱい。あ。うわ。なんじゃこりゃ。しょっぱい。しょっぱい。
使った当初は口に入れ抵抗感があるかもしれません。歯茎がプリピリする、喉への刺激が強いなどの意見もよくいただきますが、2、3個使ううちに徐々に慣れ、通な味わいに変わります。いつの間にかスヌースが手から離せなくなっているかもしれません。これがスヌースの魅力なんです。あ、結構、喉に刺激がある。あ、でもなんかしょっぱい。ちょっとしょっぱい。なんか、なんだこれ。喉に辛いようなしょっぱい。味としてはしょっぱい。うん。で、喉が痛いというか、辛いというか、ピリピリする感じ。結構刺激強いですね。結構喉の刺激強いな。カギタバコの使用はあなたにとって口腔がんの原因の一つとなり、心筋梗塞など、まあこれはね、まあ喉を結構あれなんで、うん。ああ、これはすごい。喉に、うわ、喉にすっげえ来るぞ。うわぁ、喉にすげえくる。なんじゃこりゃ。うわ、喉にすげえくる。喉が痛い。これ回せばよかったんじゃない？ただ。これ上部分回してあげるやつか、これ。普通にこれ入っちゃった。あー、喉痛い。これは、個人的にはきついぞ。これは。あんまり美味しくない。美味しくないというか。これは。これはちょっときついなぁ。個人的にはなかなか喉に、ああ。喉にすげえ刺激が来る。これ、レギュラーだとあんまりあれかもしんないね。レギュラーちょっとだいぶきついわ。これだいぶきついわ、これ。レギュラー。レギュラーパターン結構きついぞ。このレギュラーね。これじゃなくてもう一つのミントってやつの方が多分、おそらく、刺激が多分そこまでないと思うんだけど、個人的にはあんまりこれはおすすめはしませんね。このスティックタイプ、こっちは美味しい。普通に。チョコレートフレーバーなんで、おすすめっすね。チョコレートフレーバーなんで、うん、おすすめというか、甘ったるい。こっちも甘ったるい。うん、これもなんか、ミント味買った方が良かった気がする。うん。普通にミント味買った方が良かった気するな。両方。ブルーミントとグリーンミント。
こちらですね、今、某タバコサイトを見た結果ですね、こちら。JT に、半年から、半日から1日で取り替えの目安となってますって書いてあるんですが、どういう基準でその日数になったのか、JT に問い合わせた人がいます。返答は約600袋で味がなくなってくるというのことって書いてあります。らしい。で、通常のタバコは1本あたり10袋すると、60本分ですね。なので、かなりコスパというか、コスパはいいということです。こちら。1本150円ですか。150円で、まあ、1日1箱吸う人だったら400円、450円とかかかるじゃないですか。150円で済むんで。まあ、3分の1ぐらいになる計算です。うん。で、まあ、禁煙、俺も半年前まで禁煙したんですけど、結局、なんだかんだで、またちょっと、吸っちゃったんで、まあね、なんとも言えませんけど、やっぱ誰かが吸ってるのを見ると、なんか無性に吸いたくなってくるっていう感じはあるんですよ。だから、それ、だから禁煙の第一歩としてこういうのとか、これとかさ、あとこれ、普通のタバコを段階として弱めるためにこれを吸うっていう手もあるとは十分考え、ありえますね。うん。ありだと思います。一応確かにこれはニコチン入ってますんで、だけど、明らかに、これはちょっと甘いな。これ甘いのあんまり好きじゃないんで、タバコでもそこまで甘いのとかあんま好きじゃないんで、やっぱ普通のブルーミントだっけ、これブラウンはこれあれだわ、甘いの嫌いな人はあんまり好きじゃないと。でもまあ、あのブルーのやつ、あのミント味のやつ買えば普通にメンソールタバコ的な感じで吸えるんじゃないかと思います。ので、こちらは、個人的には値段も安いし、おすすめできますね。うん。これは四つ星。で、このスヌースが、一個口に、この今ここに入ってるんですけど、した感じだと、ちょっと喉のへの刺激が結構激しいのと、味がまずいのっていうのと、まずいっていうかちょっとしょっぱい。っていうのと、てか特に喉ですね。すごい喉が痛いです。なんか、若干痛いです。のであんまりこれはおすすめはしません。とりあえず一個口に入れた感覚としては、二つ星。とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。